ポップティーン TV ハッピースめるるです。皆さん新年明けましておめでとうございます。2020年こんにちは。やっと2020年になりました。ということで抱負は、私の全体的なテーマはハッピースっていうテーマで頑張るるしていこうと思うんですけど、何事にもハッピーに全力でやりたいなって思います。去年はスタート地点に立ったって感じだったんで、今年はやりたいことがマジでいっぱいありすぎるので全部制覇できるようにティーンズの皆さんとメルズの皆さんと一緒に頑張るるしたいです。皆さんよろしくお願いします。ポップティーンもお願いします。はい、のんのんかのワールドへようこそ。かのんです。皆さん明けましておめでとうございます。2020年になりましたね。はい、私の抱負は挑戦したいことを全部やるっていうのが、今年の抱負にしたいと思います。去年2019年ポップティーンの専属モデルにならせていただいたり、いろいろ変わっていく1年だったと思うので、去年がお仕事の面とかでも結構お勉強のことを優先してたりしたので、できなかったこととかも多かったりするので、その辺は全部2020年やりたいと思っているし、もっともっといろんな目標を持ってのんのんガールズボーイズのみんなと、頑張っていきたいなと思っています。2020年もカノンワールド全開で私らしく進んでいきたいと思っているので、応援よろしくお願いいたします。以上カノンでした。はい、どうもこんにちは、ネオです。シャキーン。はい、ということで皆さん明けましておめでとうございます。すごい、また年を取るんだなっていうのはすごい実感するんですけど、2019年はまあそうですね、自分的にもすごい成長できたなっていう年ではあったんですけど、なんだろう、周りのスタッフさんだったりとか友達とかお母さんに頼ってる部分が大きかったのかなっていう部分あるので、2019年間違えた、2020年はもっと自立して大人になろうかなと、こう皆さんに発信することもちょっともっとこう参考になるようなこととかもいろいろ勉強しながらやっているので、これからファンの皆さんと一緒に、つる子の皆と一緒に成長できたらなと思います。今年もよろしくお願いします。ポップティーンお願いします。ティッティティーユアティーです。はい、ということで皆さん新年明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。はい、2020年、今年もよろしくお願いします。抱負なんですけども、2020年はですね、勢いを大事に自分らしく成長したいので、これからもユアチャイズのみんなと一緒に成長し続けていくので、限界を知らない人になりたいなって思ってるので、目標は高く、もうそれに向かって走っていきたいと思います。今年の目標はピン表紙を飾ることです。絶対にユアチャイズと離れたいので、自分自身もこれからも全力で頑張っていきます。今年も皆さんどうかよろしくお願いします。ありがとうございました。みんみんあやみんばい、皆さん明けましておめでとうございます。2020年スタート、イエーイ。去年は私にとって一番濃い1年と言ってもいいくらい、本当にいろんなことがあって、いろんなことにも挑戦して、ポップティーンでは専属モデルとしてこうやって昇格して活動することができてます。はい、2020年もそれを超える勢いで、いろんなことに挑戦して、ポップティーンではもっともっとたくさん表紙飾れるようにミンズと一緒に頑張っていきたいと思います。ポップティーン以外にもいろんなことに挑戦して、もうキラキラした1年に、していきたいと思います。そして楽しく、毎日過ごせるハッピーな1年になれたらいいなって思います。はい、これからも応援よろしくお願いします。お餅もたくさん食べてね。はい、アリルです。新年明けましておめでとうございます。2020年ということで本当に早いですね。本当に去年は本当にいろいろあって、専属合格から特選もあり、専属昇格と狼くんとか、あと初表紙とか、ありかでの企画とかもたくさん素敵な思い出で、全てが全部良かったかなって思います。今年はポップでの目標はやっぱりピン企画とかピン表紙を飾りたいなって思います。2020年はポップだけではなく、他の場面でも演技のお仕事とかも頑張っていきたいなと思うし、皆さんにいい報告ができるように頑張りたいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。ア
アリルでした。昨日じゃなくて今日今日です。はい、今日今日です。皆さん新年明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。2019年をまず振り返ってみると、レギュラーモデルから専属モデルに昇格したり、もうものすごく濃い1年でした。2020年は高校を卒業して大学生になるので、 JK 限定の企画とかそういうのに出れなくなっちゃうので、それでも勢いを取れずに走り続けていきたいと思います。なのでファンティークのみんな、2020年も今日今日をよろしくお願いします。2020年も頑張るぞ。おーバイバーイ。リコ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 、どうもリコです。新年明けましておめでとうございます。イエーイ。ということで、2019年本当にめちゃくちゃ早くて、あのポップではもちろんなんですけど、それ以外のお仕事もさせていただいたりとか、自分でもなんかいろんな世界が広がった感じがして、すごい楽しかった年でもあります。でもやっぱり2020年は2019年で次世代セブンだったりとか、アリカだったりとか、いろんなところであの企画に出させていただいたりしたんですけど、まだピン企画だったりとかピン表紙だったりは叶えられてない部分が大きいので、2020年ではしっかり先輩らしさも持ってピン企画やピン表紙をできるように頑張りたいと思います。2020年もよろしくお願いします。バイバーイ。毎度おきにほのばびです。はい、明けましておめでとうございます。はい、今年の抱負はあのやっぱり高校生が終了したということで、20歳とかまでにピン用紙を絶対に取りたいのと、あとちょっと雰囲気変わった私を皆さんに配信していけたらいいなって思ってます。あとファンの子とあの交流できる機会も増えたらいいなって思ってるので、今年も全力で頑張るので応援よろしくお願いします。大好きです。ありがとう。はい、皆さんこんにちは。のーにゃんこと鶴島のあです。にゃーにゃ。はい、皆様新年明けましておめでとうございます。はい、2020年ということでですね、私の今年の抱負はやりたいことをやるということなんですけど、やっぱりこう心に余裕がない時もやっぱ2019年はあったので、なんかそういう時ってこう新しいことを始めるってなったら結構躊躇しちゃうことが多いと思うんですけど、そういうことも、にも負けずにこういろんなことに挑戦して、こういろんな分野で輝けたらいいなと思っております。頑張りますので、皆様ポップティーのことも鶴島のあのこともよろしくお願いいたします。バイバイ。